ハオ。はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。ということで、今回からスカイツアー後半戦というところになるんですけども、まずは前半戦マリオカップのランキング結果の方を見ていきましょう。お付き合いください、よろしくお願いします。6位、そうですか、リーグダウンとなってしまいましたね。いや、もう今回の理由ははっきりしてる、粘れなかった。あ、ちょっと待って、6位ってさ、あ、ちょっと待って、6位って平方以下じゃん。これはちょっと想定してなかったな。いや、ごめんなさい。正直ね、4位だなーとは思ってたんですけど、うわー、平方以下まで下がったか。これはちょっと意外でした。まあ、しょうがないか。そうですね。ちょっと見ていきましょうか。動画以上にね、点数を伸ばすことはできませんでした。というか、時間が今回は取れませんでした。まあ正直本当に、どうでしょう、コロナ禍になってからですね、僕も配信を始めて2年以上経つんですけども、2年近くかな、経つんですけども、多分コロナ禍以降一番忙しい 1,2 週間を過ごしていましてですね、まあちょっと落ち着いたんですけども、まあ出先のホテルでね、マリオカートの動画撮ったりとかね、パソコン使って編集したりとかね、ちょっとなかなかそれは大変だったなと思うんですけども、ちょっとそれ以上記録を伸ばすことができなくて申し訳なかったなと思うんですけどね。ヨッシーサーキットとかね、ちょっと5万点目指してやりたかったんですけども、まあそうなればね、ちょっとは点数も変わったんじゃないかな、順位も変わったんじゃないかなと思うんですけども、まあそう言ってもしょうがないので、水色平方は残念ながら前半戦は手に入らなかったというところで、後半戦こそもう少し時間取れるかなと思いますので、なんとか、記録伸ばしたいと思いますので、引き続き動画の方楽しみにしていてください。はい、では後半戦のお知らせを見ていきましょう。土管第2弾、カメックやピーチハロウィンバージョン、ロゼッタハロウィンバージョンがピックアップということで、明らかに第2弾の方がラインナップがいいですね。カメック、おで、カメカメックほうき系のなんかいろんなものが出てますね。ほうき星。マグマほうき。へぇ。はい。ドリームグライダー。なるほど。9つピックアップされてると、これは引きだな。カメック強化したいっていう方は特に今回チャンスかもしれないですね。ハロウィンロゼッタはそんなに、ピーチハロウィンも含めてそんなにいいキャラではないですけども、カメック狙いであれば今回は引く価値あるかなと。しかもおそらく確率が 9%。 いやー、 12% だ。これは皆さんすごいですよ。ウルトラレア確率 12% のガチャは結構貴重だと思いますので、そしてピックアップ9枚というところですから、僕も引こうかな今回ねと思っておりますので、皆さんにもぜひお勧めさせていただきたいと思います。はい、今週のリーグショップを確認に来ました。まずはブーメランブロスキャラですね。マシンはこちら、パワードーザー、そしてグライダーがワルイージカイトというところで、どこかでおそらく最適性で使えるんでしょうね。そして今週も予告通りなんでしょうか、ウルトラレアのレベルアップチケットですね、もうラインナップに並んでるというところになりますので、レベル8にね、上限が上がるよという予告がすでにやってきておりますので、今のうちにですね、たくさんのチケットを集めておくのがおすすめかなと。まあその分コインもかかっちゃうので大変だと思いますけども、なんとか皆さんやっていきましょう。さあ、ということで今回のツアーの最後のコースは VS 巨大キャサリンということで、なんとかキャサリンを振り切って1位でゴールできたようですので、オールクリア土管の方を引いていきましょう。はい、オールカップクリアおめでとう。スカイツアーですね。さあ、前半戦の僕自身の結果が見て取れるというねところになりますけども、どんな結果が並んでくるでしょうか。獲得したグランドさ、これいつもやめてほしいんだよな。分かりきってるし、プレイ時間 6.7 時間、まあよくやってる方か。それでもカラカラ砂漠で1位にいっぱいになりましたよ。コーラ合わせた回数212回ですよ。バナナ合わせた回数は178回ですよと。一番1位になったキャラはカメック、よく頑張りましたということです。ではオールクリア土管引いていきましょう。お願いします。来た、何が出てくれるか。いやー、レベル8が解放されたらピンクゴールドピーチとかでも嬉しいんだけどな。ポリーン、わー、レベル7マックスだった、もったいない。あ、レベル8が間もなく解放されると思うと余計になんかもったいなく感じますけども、コイン6000はもちろん嬉しいです。はい、続きまして、スカイ土管2の無料土管を2つ引かしてもらいましょう。まあ、この後ね、追加ガチャ会もするので、まあ、あんまり関係ないですけど、1回リセットしておきますか。
1回リセットして2回引きましょう。お願いします。 12% だからいきなり金土管ありえるよ。まあありえるだけですから、ね、出るよと言ったわけではありませんからね。おお、レアが出た。クッパレベル7に到達。素晴らしい。この後レベル8まで伸ばしてもらいましょう。では2つ目、 12% だから、いやー 12% とはいえ、はい、ラリーでした。はい、では今回のメインのスカイツアー後半戦ワリオカップ、こちらがリーグ対象となっておりまして、下見をしていきたいと思います。ではまず1コース目、ロックロックマウンテン X、 こちらから見ていきましょう。まずはキャラの環境から見ていきましょう。古くから来ているコースということで、レアの最適性もたくさん来ていると、前回の上位報酬であります水色兵法も最適性に来ているというところです。レアのキャラもいっぱいいますね。中でもリーグショップでも売っておりましたブーメランブロス、こちらね、スペシャルスキルのブーメランフラワーというのは非常に優秀なスキルなので、こちら使うのもありかなというふうに思います。その他おすすめのキャラはと言われるとなかなか微妙ですね。ファンキーコングのですね、バナナバレルっていうのは、まあ、ちょっと自爆の恐れもありますけど、バナナ系のスキルは優秀というところはありますね。個人的にはこちら骨クッパがレベル7、今のところマックスと、これをマックスと呼びますけども、レベル8が解放されてしまいます。ポイント解放1段階2段階でもできるんですけど、骨クッパはちょっとスキルなどの兼ね合いを見ても、うん、これ以上は今のところやらないかなというところでございます。マシン行きましょう。マシンも最適性たくさん来ております。レアもありますね。レアも全部で3台いるというところでございますけども、個人的にはこちら、はい、ゴールドトロッコがレベル6と5分の2というところで強化が進んでおりますので、使っていきたいと思います。グライダー行きましょう。グライダーの最適性はウルトラレアが2、4、6、8、うん、8つ来てる。そしてレアがこちらリーグショップでも来ておりましたワルイージカイトということで、こちらで十分ね、補えるんじゃないかなと思います。個人的にはそのワルイージカイトよりもレベル高くなれているこちらのバサバサカイト、レベル7ポイント解放2段階を使いたいと思います。ということで環境的には非常に悪くないところだと思いますので、これでなんとか高得点目指して、いきなり1コース目からエクストリーム系やっていきましょう。はい、ではロックロックマウンテン X やっていきましょう。そうか、この裏側がね、ゴールになるパターンですね。なかなかリーグ対象としてこのコースっていうのは珍しいかもしれないです。よいしょと、はい、ありがとうありがとう、いっぱい気になってくれてありがとうね、みんな。今のものすごくいいタイミングでした。おいよ、あいよ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 、いいねいいね。おっと、こんなところにまでパイロンが吹っ飛んで、めちゃめちゃかっこいい。おっと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 、おっと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 ですね、これは。よいしょ、よっと、はいはい、いいねいいねいいね、よいしょよいしょよし、頑張れ頑張れ。あー、できるだけジャンプアクションしたいのにすごいとこ通っちゃった。はい、すいませんすいませんすいません、まだまだ効率のいい走りができてなくて申し訳が立たない。よいしょ、よっと、ちょっと3位通過もったいなかったな。はいよ、ほほほほまたかって感じですけど、ラッキー。あ、あぶねー、今ちょっとフルコンピンチなタイミングがありましたね。よいしょ、よしよし、いいぞ。もう下見の下見の下見の記録は超えましたね。そりゃまあコインフィーバーも来ましたし、よいしょ、おっとっとっと、これはどの走りが一番効率がいいのか分かりませんね。お、バサバサにも当たって、よいしょ、きちっと、あ、この辺しっかりいきたいな。よし、一応アイテム使っておきましょう。よし、悪くないか。あ、ちょっと待って、あそこゲートゴールできなかった。4万点弱フルコンボどうでしょう。はい、ということで、一応下見の点数としました39,825点。まあ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 、下見の下見をした時はですね、環境も落としてやっておりましたので点数差かなりありますけども、いや、いいんじゃないでしょうか。フルコンボアクション数158というところで、最終的には170とか180アクション以上できるところを目指していくことになると思いますけども、まあいきなりコインフィーバーも来たということで、
すごくいい下見をすることができました。 OK です。はい、では2コース目いきましょう。スカイガーデン X ということで、新登場コースのエクストリーム系のコースとなります。いきましょう。さあ、さすが新登場コースということで、環境は厳しめです。最適性のキャラはウルトラレアのみ、全部で6つのキャラが来ているということになります。一番おすすめのキャラはと言われると迷うところですけども、やっぱりこちらかな。はい、パーティージュゲームですね。なかなかレアキャラかなと思いますけども、こちらスペシャルスキルがラッキーセブンということでおすすめになっております。その他ブーメランフラワー系のキャラがですね、バケーションルイージとカンガルヨッシーと2つ来てるというのも注目かなというところ。レベル強化進んでる方も多いと思います。個人的にはこちら、ね、やや不満ではありますけども、ピーチハロウィンバージョンがレベル3なので、とりあえずこれを使おうかなと思ってます。本当はパーティージュゲームを強化した方がいいですね。それも考えます。さあ、マシン行きましょう。マシンの方の最適性もウルトラレアのみで、今のところ7台がピックアップされていると。ただし有料コンテンツ のタヌキバギー、そして今回のガチャで出てくるマグマホウキと、こちらのホウキ星も最適性来ているというところですから、まあ、僕自身ガチャ引こうと思っているのでチャンスかもしれません。今のところはこちらリンリンベルレベル3が最適性来てますので使っていきましょう。まだポイントもマックスになってないですね。さあ、グライダー行きましょう。グライダーの最適性はウルトラレアのみです。こちらも一緒、有料コンテンツのパタウイング、これ赤甲羅系なので、マルチプレイなどでも有能ですね。そしてガチャで登場しているマジックパラソル、こちらバナナ系、そしてオーロラバルーン、ダッシュキノコ系ということで、ガチャで登場するグライダーも来てますので、まあ、走り込むときには、最適性のグライダーを何かしら持ってる形でやりたいと思いますけども、とりあえず下見は準適性でやらざるを得ませんので、こちらのガーベラフラワーレベル6と8分の1を使います。さあ、環境結構厳しいですけども、エクストリーム系のコースなので、なんとかコンボつないでいけるようにしたいと思います。いきましょう。はい、スカイガーデン X やっていきましょう。さあ、コンボが果たして気持ちよくね、繋がってくれるのか。グライダー準適性だけどというところが注目になりますけどもね。よいしょ、うー、怖え。よいしょ、なんかよくわからない形でコンボが続いてますけども、全然自分自身はいい走りはできてないんですけど、なぜか僕が繰り出すアイテムが次々と敵キャラにぶつかってくれるというラッキーパンチで、ここまでコンボがつながっております。あー、パックンフラワー系か。ちょっとうまく避けたいところですね。あー、一周ですね。一周コンボつながった、つながってないかなんだ今のは最後。まあ、最終的にはね、走り込むときはグライダーもね、最適性をなんとか、使いたいなと思ってますし、できれば、まあ、あのジュゲムをですね、レベル少し上げてジュゲムで走り込みたいなとは思ってるんですけどもね、まあ、その辺はまた後々やることとしましょう。よいしょ、よいしょ。ああ、ちょっとスリップ使えなかった。スリップのつもりだったんだけどな。よいしょ。さあ、ゴールしちゃう。3位でした。点数めちゃめちゃ低い。エクストリーム系という割には全く点数が伸びないコースだなと思いました。自分の環境もひどいんですけどもね、コース上に縦向きにですね、コインが3つ並んでるよみたいなところが 2,3 箇所あったので、まあ、しっかりと1位を走ってですね、ああいうところのコインを逃さない、そして、ミニターボ出しを逃さずやる、そういうことがね、まずは高得点につながるんじゃないかなと。ジャンプアクションとかダッシュプレートとかの数が著しく多いわけじゃないなと、ね、このようにアクション数も75にとどまってしまいました。普通に走るだけだと。まあ、ですから、まあ、今回のワリオカップで点数を伸ばしたかったとしても、このコースは強化ポイントじゃないかなというふうには思ってしまいますね。もちろんね、カスタムがいい方がレベルは、点数は高いに決まってますけども、思ったほど伸びないコースかなというのが第一印象でございます。はい、ではワリオカップの3コース目いきましょう。 RMX お化け沼 1RX 言いづらいということでやっていきましょう。このコースですね、環境的にカメックを使えるのはね。さあ、まずは、キャラですけども、2、4、6、8人
全部で最適性が来ているというところです。おすすめのキャラは一択ですね、このコースはね。はい、カメット持ってる人の天下になるでしょうというコースです。頑張ってください。マシン行きましょう。ここはカメック純正のコースになるわけですね。最適性のマシンは全部で10台以上来ているというところなので説明は割愛します。個人的にはこちらね、カメック純正って言いましたけども、こちらのメカメックほうきね、カメックが乗っているマシンの純正です。レベル5と、ポイント解放2段階というとこ使っていきたいと思います。さあ、続きましてグライダーも残念ながらウルトラレアのみの最適性ですね。全部で11個ぐらい来ているというところです。それぞれどの、グライダーがねレベル高くなってるかっていうのはいろいろあると思いますけども、こちらのですねワリオヒゲカイト、ね、前々回ぐらいかな、ワリオ VS ワルイージツアーの、の時にですね有料コンテンツで来ていたものなんですけども、レベル6に6かな、そうですね、レベル6になっていると、このコースで最適性で使えるそうです。ただし個人的にはこちら、はい、カメック純正ですね、ドリームグライダーがレベル6ポイント解放マックス3段階ですね済んでるので、こちらにしようかなと思ってます。いいですね、気持ちいいですね、カメック純正、これは気持ちいい。今回のガチャでさらにね、このセットを強化することも可能ですので、皆さん検討してみてください。では下見していきましょう。はい、では RMX お化け沼 1RX ということで下見をしていきましょう。さあ、このコースもですね、かつてリーグ大賞にね来ているイメージのあるコースですので、すで、にね走り慣れている方も多いかなと思うんですけども、バナナ空襲ができるの、バナナ空襲が、さてコインボックス、いきなりコインボックス、どこで使おう、こんな感じかな。おー、すごいね、今のバナナ前投げで当てましたね。さあ、このコースなんですけど、当然僕はカスタマイズがある程度レベルが高いので、点数が出ているように見えるかもしれませんけども、基本ベースとしては RMX 系のコースっていうのはですね、初戦言ってはなんですけども、初戦スーファミコースのリミックスなので、コースの全長は長くないわけですよね。それほど点数が出やすいかというとそうでもないよというのが個人的な印象なので、このコースの、ね、キャラ強化したいよという方はご注意いただければなと思いますけども、いいですね、ベースポイントが2万点プラスフルコンボでこんな感じの点数になりました。はい、下見ですけども、フルコンボ出すことができました。かつ、スーパークラクションフィーバーとバナナフィーバーが途中で来てこのような点数になりました。目指すは4万点ぐらいになるのかな、厳しいとは思いますけども、さらにねカメック純正の、レベルをガチャ等で上げれたらですね、もっと点数も上がるのかなと思います。ちなみにフルコンボでアクション数は131というところになりました。いいですね、点数も2万点ほどね上げましたので、ワリオカップ下見を終えた段階でのリーグ順位どのようになりましたでしょうか。はい、ドドドンと言ってくれ、いいね、いきなり5位まで来ることができました。ただしそれなりに3コースともいい走りができた部分もありますので、ここからどれぐらい点数伸ばせるかは僕次第だなというところなので、また1コースずつの動画楽しみにしていてください。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回ワリオカップは全コースがエクストリーム系ということで、走っていて比較的楽しいのは間違いありません。やっぱアクション数がたくさんあってですね、コンボも途切れる可能性が低くて非常に楽しめるんじゃないかなとは思いますけども、新登場コースのスカイガーデン X に関しては環境厳しい方も多いんじゃないのかなというふうに予想されます。ということで、今回はスカイツアーの後半戦ですね、下見していきましたけども、動画の内容いかがだったでしょうか。参考になったよ、良かったよって方はですね、ぜひ高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。では次回以降ガチャ動画も挟みましてですね、1コースずつ攻略動画出させていただきたいと思いますので、楽しみにしていてください。では今日はここまでにしたいと思います。失礼します。